突然ですが質問があります私は電話で話すことが苦手です電話がかかってくることに漠然とした不安を感じていますこの不安を緩和する方法はありますかまあ緩めるということですオーライフー電話恐怖症っていうのは治ります少し時間はかかるんだけど絶対に必ず治せます僕も実際にブラック企業をやってるときにもう本当に あの仕事を逃げ出して辞めたので、ね、もうマジ本当に辞めるって言ったら怒られてお前は辞めちゃダメだ給料返せみたいな状態になってマジその事務所を走って逃げてきた男なんですよでもう電話がめっちゃかかってくるわけよ給料返せとか超怖いのねでその法律で訴えるぞみたいなもう超トラマがあってで実際に俺の親父の会社にも電話して息子の給料を払えとかもうすごい状態だったんですよ でも電話が鳴るたびにビクビクして心臓が止まっても怖いとえ、ね、もう電話何ヶ月も出れなかったのでね,ね、電話恐怖症を直していきましょう Alright, thank you. Back to the video. So, welcome to Chris's room. 今日もね、また見てくれて本当にありがとうございます。しばらくちょっとビデオがね、遅れてたのでごめんなさい。Alright, so, 今日はね、えっ、ー、と質問コーナー LINE の公式 LINE のアットクリスに質問を送ってくれれば私が答えますのでぜひ お願いしますで今日の質問はね、この電話で話すのが苦手、電話がかかってくると不安を感じる。ね、これを緩やかにする方法は何なのかということなんです,でです、ね。まず最初の質問は、皆さんもなぜこうなっていると思いますかなんで電話が鳴ると不安になるなんでだと思う 電話がうん何が来るのか分かんないですから何が来るのか分かんない,いそうだね不安はいつ来るその一瞬ですぐ一瞬に来る、うん、OK、うん、ちょっとね面白いこと言うよ不安は過去か未来を考えると来るわけよでこういう不安は 過去のベースになっていると思うのね、right. じゃあどういうのがあかって説明させてください <laughs>、right. じゃあなぜこうなってると思う、right. で、ちょっと科学的に考えていきたいんですよでどういうことかというと実際に起こっていることは電話が鳴っているこれをトリガーって呼ぶのね心理学で電話が鳴るとある感情が出てくる、ね、トリガーが起こると出来事があると自分の感情が変わるっていうことなんですね で実際にどうなってるかっていうと電話が鳴るでしょそうすると電話の音がエネルギーで耳に入ってきますで脳がそのエネルギーを解釈してあるところに行きますでそこで過去の経験をベースにし,スにしてこういう出来事がこういう情報が入ってくるとこういう不安っていう感情になるっていう脳のパターンがあるわけですよ で具体的にどうなるかっていうと脳の中にねあの脳を実際に開いて、まあ、こうやって見てみると脳って電気が走ってるんだよ電気が走ってるのねでこの道が太いほど電気が走りやすいパターンになってるわけよでこの状態はどうなってるかっていうと電話が鳴ると感情不安を感じるっていう パターンがあるのね。だら出来事が電話が鳴るっていうところで結構前からあるパターンここに実際に電気が流れてるんですよこの道みたいなところにね。で同じことが起こると脳がその道をまたあの増やすわけよ広くするわけ。 だから一回パターン化になっちゃうと習慣みたいになっちゃってでそれを外すのが結構難しいんですよ。はい、でパブロフの犬の経験け、えー、パブロフの犬の研究を聞いたことある人大学で学んだと思うんだけどパブロフっていうロシアのサイエンティストがいたのねで彼はこのパターンについてすごい勉強したんですよ。で実験で 彼にあのワンちゃんたちがいたたわけよでワンちちゃんたちに、ね、食事をあげるとき餌をあげるときに必ずベルを鳴らしたのチリンチリンってで餌を出したのねでこれを1週間2週間3週間何週間続けたわけよで餌を食べるベルが鳴ると餌をもらえるっていう犬の脳の中にパターンを作ったんです でベルを鳴らすと実際になんとすごいことが起きたのベルを鳴らすじゃんで餌をあげないでもよだれが出てくるのよ犬の口からなぜかというと餌をもらえるって思ってるからこれは本当にね小学校とか中学校で授業の時間が終わるじゃんベルが鳴るじゃんビーンってそしたら一瞬でみんな立ち上がって出ちゃうじゃん それも同じよようななパターンになってるわけよ実際にあなたの脳の中に電話が鳴ると不安になるっていうパターンがあるんですよもう習慣になってるのねでこれを新しい習慣を入れるっていうところなんだけどもうちょっとこれなぜ習慣ができたのかっていうところに突っ込ませてくださいなぜこの習慣ができちゃったと思うだってストレスになるって誰の役にも立たないじゃん ね、自分電話なって不安になるってうと結構迷惑じゃん自分の役にも立たないし周りの人の役にも立たない何にも意味がないパターンでしょうなんでこんなの作られちゃったのこれは脳がパターンを作る時っていうのは結構よくあるのは幼い時に自分を自分で作っちゃうわけよ。でどういう時にそういうパターンを作るのかっていうと幼い時とか若い時昔に スストレスにななっったたがあったと思うわけよなんか嫌なことがあった何か怒られたで自分を守るためにこうなったら例えば怒られたはは自分はダメだと思うそうするともっと勉強して勉強してテストを受けて受かったら褒められるとかそういう変なパターンとか自分で作っちゃうわけよ。で 電話が鳴ると不安になるっていうのは多分過去に電話が鳴ってめっちゃ怒られたとかすごい不安になったでその思いがまだ残ってるわけよパターンとして実際に電気の道みたいなのがあるわけよ your nerves 実際にあるわけよ脳の中にでこれからどうするかっていうとこれからこのパターンを例えばこの脳のトリガーがあって電話が鳴るっていうトリガーがあって今こ,こっちに来てると不安になるっていう この道じゃなくて新しい道を作ります。でこっちのゴールは不安にならない。でこれを消しちゃいます。でこのやり方をえっ、ー、と紹介します。はい。どうやるかっていうと、この新しい道を作るには新しい習慣をつけます。 新しいパターンを作るには習慣をつけると治ります。で、約習慣を作るには何日かかると思います。三日、うん、オッケー、OK、止めろ。一か月、オッケー、オッケー。結構一般的に広がっているのは。三十日で新しい習慣を作れる。僕は。五十日。 個人的のリサーチとかいろんな本を読んで30日という人もいるんだけどやっぱ研究とか見てると大学の病院とかの研究を見てるとやっぱ50日はかかるとでも完全に治るわけではないんですよまだその道があるから,からそこでも超楽になるでほぼマスターするには50日かかるなのでこれは50日間かかるプロジェクトで練習が必要になります練習なしではできません思うだけではできない練習しないといけないで このやり方を説明する前にとりあえずまずあなたの電話のリングトーンを変え,変えてください。電話のリンングトーというのは例えば普通に電話がかかってくると,、えー、と例えば俺,俺のは iPhone なんだけどこんなこういうさこういうのがあったりとかこういうのがあるでしょ。でパターンが作られたときに多分この ベーシックなディフォルトのの音ととか聞いてたと思うのねだからそのハードルを下げるためにまずバカらしい音楽を選びましょうでコメディとかでもいいし、ね、誰かが「ハハハブラネー!」<laughs> <laughs> とか全然聴いてたおかしいパターンにな,らなりにやすなりやすくないような音またはリラックス系でもいいわけよ例えばアップリフトちょっとリラックスね こういういピーンっていうのはあんまり選ばない方がいいと思うできるだけこういう落ち着いてるのがいいと思いますでこれもまた後で捨てるから練習が終わったらこれをまた変えます、right? まずそうやりましょう、okay、で練習は3つのフェーズに分かれていますで最初の1か月コンディショニング練習してそれが終わったらちょっとしたコンディショニング あのパターンが戻ってくるときにまた戻すっていうことだけなので集中するのを約4週間ぐらいは結構フォーカスしてやってくださいでこの難しさ人生っていっぱいいろんな問題が出てきてこの問題を難すこれを直すためのエネルギー努力と問題の難度は70点ですだから C レベル程度であんまり難しくない。 難しいのは実際に練習するっていう動き。そこだけです。Alright. じゃあやりましょう。Alright.Step 1. まず、自分が今感情になってるなって。今この不安になってるっていう感情に引っかかってるなっていうことを認識する。それだけです。Alright. なので最初の1週間は何にもしない。不安になったら、あ、電話が鳴った。あ、今不安になってるなって。それを認識するだけ。 軽く考えるだけで OK。で、ここのコツは、直そうとしないで。直そうとしちゃダメよ、最初の1週間は。後でテクニック教えるから。うん。OK。で、もし、マジストレスを感じちゃって、やばいやばいやばいって、超パニック状態になったら、OK、OK。その時は、呼吸を2分間するっていう方法、このテクニック、このボディーハック、バイオハックを使ってください。深呼吸を2分間する。 本当にタイマー使っていいから、深呼吸をするとどうなる？落ち,着く落ち着くよね。なんで落ち着く？終わりがあるから。終わりがあるからいいね。考え、脳の波動のアルファウェーブとかね、いろいろあるでしょう。脳の考え方の波動が実際に変わるんですよ。で、どう変わるかっていうと、深呼吸をすると。 オークシジェンが増えるでしょ体の中にでそうすると脳のリラックスホルモンとかがリリースされるんですよでするとアドレナリン不安を時に感じる、ね、心臓のテンポも実際に上がるケミカルがリリースされてるわけよ不安を感じていると緊張するとでそれを下げてくれるホルモンとかケミカルが流れ始めてくるのねで実際に深呼吸をすると落ち着くんですよここれはもう科学的に実際なことなとんで もし認識しても、あーってちょっと不安を感じちゃった時は深呼吸を2分するっていうテクニックを使ってください。これを1週間やります。Alright? そ、so、う、1週間は何もしない。まあ、ストレス、呼吸はしていいけど、もう直そうとしない、ね。ストレス感じてるんだって、そのままでいいから。で、呼吸で直そうとしないで。呼吸は自動的に直してくれるから。 自分で直そうとしない。Okay. Second step. 次の週ね1週間経つとここから難しくなります難しいっていうかちょっと面倒くさいんだけど友達に練習をお願いいいいいしないといけなとけうステップが入るんですよまあ家族と仲いいんだったら家族でもいいし自分の友達にちょっとこのビデオを見てもらうとか相談して僕は電話が鳴ると不安になるっていう、ね、こういうパターンがあってこれを変えるために。 わざと僕の目の前で電話してくれないって頼むの。で、ちょっとこれ3週間ぐらい付き合ってくれないかって聞いた方がいい。できれば4週間。で、最初の1週間だけちょっと毎日のように、まあ、まあ、ちょっと今から説明するよ。はい。で、友達にお願いして友達が OK って言ったら、はい。最初ね、1回、最初のこのセラピーのセッションみたいな時は、目の前で、 10分間電話かけて電話が鳴って電話出て「もしもし」って言って「ははは」って言って切る、okay? また電話かけてもらってこれ10分間やるわけよ <All right. S 1> 飽きるぐらいやって10分間目の前に電話してもらう、okay? で次の日とか23日後もう1回会うのねで今回は5回 目の前で電話しててもらってくださいでその誤解が終わったら今度ちょっと隣の部屋に行くちょっと見え目に見えない目に入らないところあんまり遠いところじゃないよすぐそこなんだけど見れないところで今度10回電話してもらってください OK?ORRY、right. これがセカンドタイムね友達とで3回目はまた1日とか2日3日経って 今度は目の前じゃなくて別の場所から電話してもらうの5回で最初はちょっとハードルストレスを感じるかもしれないけど、まあ、5回ぐらい連絡して五回連絡してくれれば落ち着くと思うんですよでもしその時目の前にいないすぐ隣にもいない 別の場所かかから電話っかかってきてきまた怖くなっちゃうすっげえ不安を感じたらステップ1に戻しますステップ1じゃなくてその,あの目の前で電話してくれるっていうステップに戻るのねでそれでまた OK だったら今度ちょっと隣の部屋で今度また目に見えない別の場所から電話する OKOK ごめんねプラスちょっと分かりにくかったかもしれないんだけど友達には 2 3日ずつに連絡ししてもらいましょうで約3週間で必要だったらお金払ってもいいしビール奢ってあげてもいいし何かやってあげないよその人のために、うん、そうすると多分友達の価値にもなると思うんだよあこうやって恐怖って変えれることができるんだっていう経験にもなるからすごいビッグメリットでここまでいくとほぼ新しい脳のパターンができてると思う この電話が鳴るっていう情報が入って普通は不安っていうところなんだけどバカみたいな練習してるからもう飽きるぐらいここに来ないようになってるわけよほぼほぼ治ってると思うこの状態ででここからもう会わなくていいから時々決められた時間で電話してもらうのねそれはまた1週間やるわけよだから2日ずつ3日ずつとか朝9時になったら電話してとか午後の6時に電話してねっていうのをやるのね で3回ぐらい連絡してもらうわけよ。で次の週、ね、次の週は決,、ま、決められたない時間突然電話してもらうの。もう朝の6時半に来たりとか仕事中に来たりとか夜来たりとか、ね、そこでトレーニングをしていくわけですよ。で多分そこまでやると ほぼ治ってるわけそこで不安を感じるのと。で最後はもう友達にあの手伝ってもらわなくていいから今度はまた別の人から電話がかかってくる時に自分の脳がもう認識できるわけよ事実を。事実は電話が鳴って俺は昔こういう感,じを感情を感じてたんだでも全く別のことだ。で事実は誰かが僕にメッセージがあると。で い,いメッセージなななののかはかか悪いいメメッッセセーージジはらについて不安を感じているのかそれはまだあるかもしれないけど電話では不安を感じてないなメッセージについてという次のもっとキュッて絞ったトリガー電話が鳴る脳の,の感情の間に実はメッセージがあるっていうところが含まれてるっていうのが分かるようになる。でそこまでいくと 誰からのメッセージの時にも俺は不安を感じるのかどのような人例えば上司仲間家族恋人どのようなメッセージの時に不安を感じるのか仕事についてのメッセージでやることがこれあるよっていう時だけにメッセージ不安を感じているのかでそうするとメッセージを聞かないと不安しても意味ないじゃん メッセージを聞いた後に不安するか不安しないかっていうのを判断できるっていうところまでできるわけよ。Alright? なので、そこまでいくと間違いなく電話が鳴って不安にはならない。これを脳のパターンとして新しい習慣として作っていきましょう。Alright? でですね、これをやってぜひ僕に LINE で報告してください、ね。こういうところで困ってますとか、ここうまくいってるぜとか、ねでで。できたらぜひ、あのもしあのこれが 完璧になったとか結構よくなったって言ったらあのこのビデオの下にコメントでなんか、ね、みんなへのメッセージとか、ね、も書いてあげてで他の見てる人も何かアドバイスとかあったらぜひ下のコメントのところで、えー、とこれはあの、ね、T さん T さん宛てに温かいコメント応援するメッセージを書いてあげてください Alright thank you so much なんか質問があったらあの本当に何でもいいよ LINE アットでメッセージを公式 LINE アットクリス に送ってください。で、please please subscribe to my channel。このチャンネル登録お願いします。で、僕インスタグラムもやってるし、あのサイトで、あの無料のあの好きなことをキャリアにするために必要なあのビジネス的なトレーニングプログラムも無料でやってるので、ぜひこれも見てください。これも結構深くてあの熱くて楽しいと思います。a l right、じゃあこれからもよろしくお願いします。うわ、こ日はもういっぱい噛んだね。a l right guys, thank you so much, and I'll see you next video. Adiós amigos.